浸水した時の映像です。それを収録した映像をご覧いただいています。仙台空港の滑走路、飛行機を駐機する場所ですが、手前がターミナルです。午後3時57分でした。徐々に黒く濁った波が画面の右から滑走路に迫ってきています。仙台空港は浸水しています。午後3時57分、普段は飛行機が駐機している場所で、手前がそのターミナルですが、黒く濁った海水が滑走路に浸水してきています。画面の右側が仙台湾の方面、東側になります。その東側の方から海水がゆっくりと滑走路の方に浸水